皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。突然ですが、日本の清掃テクニックが世界で話題になっているのをご存知ですか？新幹線の清掃チームは到着した新幹線を次の発車に向け、車内の清掃とゴミ箱の交換をたった7分間で完了させるのです。すべての座席を確認し、ゴミが残されていれば撤去。車内の各窓や手すりの汚れとテーブルや床を拭き、すべてのシートの向きを揃えて完了です。その無駄のない動きと素早く確実な清掃テクニックは、日本人が見ても惚れ惚れするほどの素晴らしさです。サッカーワールドカップでは、日本チームの更衣室は試合後にきれいに片付けられ、サポーターは観戦後スタンドでゴミを拾って帰る姿が世界的なニュースとなりました。昨今、特に外国人の女性たちから日本は絶大な人気を誇っています。清潔であり治安のいい国として、日本ほどの国は存在しないと夢の旅行先だと言われているのです。今回はまさに夢の国と言われる日本に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私美月がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。近年、世界的に一人旅が流行っており、女性の一人旅に最適な国として日本が一番人気となっています。家族や友人と楽しむ旅行とは別に、誰にも気兼ねなく自由に非日常を楽しむ、そんな一人旅に年々人気が集まっているのです。特に女性の一人旅は安全性や衛生的であることが欠かせず、人権が尊重されていることも重要視されています。その他には、風景や冒険、グルメやインスタ映えなど、基準となるいくつかの項目があり、すべての基準から選定し、日本が一番適していると評価されているのです。冒険を求めて一人旅をする女性が増えていて、特に初心者の一人旅に適しているとの評価もあるほどです。訪日外国人観光客数の中で、特に20代の女性は増加傾向にあり、治安を考えずに女性が安心して自由に旅行できる国となっています。また若い世代だけではなく、知的好奇心が旺盛なシニア層においても、冒険一人旅を求める人は多く、社会的地位とお金と時間のあるシニア層の旅人も増えているのです。それでは、世界を基準とした日本は一体どれくらい治安がいいのでしょうか。イギリスの経済平和研究所が発表している情報では、各国の国内で発生する犯罪数や軍事費、何かしらの事件が起こる潜在的可能性など、治安に関する24項目を指標とし、ランク付けされています。2022年、世界で最も平和とされる国はアイスランドで、2008年から毎年1位を獲得しています。次いでニュージーランドが2位、3位はアイルランドとなっています。日本はというと10位にランクインしています。主な理由として挙げられるのは、法律で銃器の所有が禁止されていることや、事件などが発生する可能性の低さなどです。旅先の安全性は特に女性旅行者には重要で、その国に対する大部分の印象を占めるとも言えます。世界的なコロナウイルスによるパンデミック以降、ようやく2022年10月から制限解除となり、個人旅行による渡航が解禁されました。そんな中、日本を満喫したある訪日外国人女性が SNS に、女性にとって日本はまさに夢の旅行先と投稿すると、多くの外国人女性たちからコメントが寄せられ、大盛り上がりとなったのです。日本ほどの国は他に存在しない、日本では治安による危険を考えなくていい、などの声が殺到し、わずか1週間で2000件を超えるコメントが寄せられたのです。早速、
外国人たちから寄せられた声の一部を見ていきたいと思います。どこへ行っても清潔で安全。日本ほどの国は他に存在しないわ。また必ず訪れたい国よ。とにかく危険な目に遭わないように考えなくていいんだもの。こんな国他にある？私たち女性にとって日本が夢の旅行先であることに激しく同意するわ。清潔で規律正しい。日本で過ごした日々はとても快適すぎだわ。女性にとっては最高の旅行先よ。日本が大好き。まだまだ行きたい場所がたくさんあるのよ。一度日本に行っちゃうともう恋しくてたまらないわ。あの快適さったらないもの。他の国では味わうことはできないもの。ちょっと前まで日本に行っていたわ。とにかく綺麗な国。衛生面が行き届いている。女性には最高よ。いろいろと心配なことを考えなくていいなんて夢のようなの。女性だけではないよ。男性だって快適に過ごせる国さ。みんな親切で安心して観光できるからね。子供がいると特にそう感じるよ。旅行先ではなく移住したいわ。夢の国よ。日本は本当に心から楽しめたわ。一度しか行ったことはないけれど、絶対にまた行きたい国よ。ああ、早く日本へ旅行したいわ。訪日経験のある外国人女性たちは、とても満足のいく旅行だったようで、多くのコメントが寄せられていました。また、2022年にイギリス大手旅行会社が女性の一人旅ベスト15を発表し、日本が一人旅に適した国1位に選ばれました。日本が1位に選ばれた理由として次のようなことが挙げられていました。自然や観光、世界遺産、最高の食事とおもてなし。女性が旅行に求める数多くの項目を満たしてくれる。言語の壁はあるものの、公共交通機関は便利で行き届き、犯罪率の低さと治安の高さは女性の旅行先として安心できる国といえる。日本は日本人が思っているよりも海外から高い評価を受けているのかもしれませんね。そして治安の良さで言えば、夜の街を女性一人で歩くことができるというものがあります。もちろん日本の中でも女性が一人で歩かない方がいい場所もたくさんありますが、それらの場所を除けばおおむね安全に歩けるのです。日本への旅行に慣れているフランス人女性からは、日本は女性一人で安心して旅行できる国だけど、あまり開放的になりすぎないように注意してとアドバイスするコメントも寄せられています。また世界各地からやってくるバックパッカーも多くいます。オーストラリア、アメリカ、カナダなどからが特に多く、ヨーロッパからはイギリス、ドイツ、フランス、北欧や東欧からも多く訪れていると言われます。そして近年、イスラム教徒の観光客も急増しています。世界では4人に1人がイスラム教徒だと言われ、厳格な教えであるスラム法に従い生活しています。日本では宗教的な事柄を気にかけて生活をしている人はさほど多くなく、特に配慮が必要だと言われています。イスラム教徒の女性観光客も多くなっており、接客が必要な場合は同性が対応することや、食べ物や禁止事項をあらかじめ確認するなどの注意が必要とされています。その他にも外国人観光客の間で密かに人気が高まっているのは地方での観光です。特に日本の田舎や秘境と呼ばれる地域に大変人気が集まっているといいます。何もない山間の田園風景の中を自転車で巡ったり、古民家を改造した宿に宿泊したり、いろりを囲み郷土料理を食べることなどが人気となっています。映画やアニメに出てきた風景を巡るいわゆる聖地巡礼や、豪雪地帯の体験や静まり返った夜の田舎町、すべてがクールに映っているのです。実は世界中を見渡しても、日本ほど自然の多様性に満ち溢れている国はそれほど多くありません。外国人女性観光客にも人気の自然や風景は、
世界的に最も誘致能力が高い観光資源と言われています。しかしこの貴重な観光資源である自然を日本は生かしきれてないとの声も聞かれます。観光大国と言われるには自然、気候、文化、食と4つの条件を満たしている必要があります。日本の治安の良さは観光資源であるとの見方もありますので、日本の文化と歴史、食と自然、気候を加えれば最強の観光大国になれるのではないでしょうか。2022年の調査によると、コロナ禍にもかかわらず次に海外旅行で行きたい国の1位は日本でした。コロナ禍以前と変わらず首位を獲得できたのです。女性がヒッチハイクで旅ができるほど高い治安で、清潔で美しい国として日本を心から楽しんでくれる女性外国人観光客が日本の新たな魅力を教えてくれます。さらに外国人たちから寄せられた声を見ていきましょう。初めて日本を訪れたのだけど安心して旅行できたわ。すごく清潔だし犯罪に巻き込まれる心配がない。それにとても料理が美味しかったわ。これまでに2回日本に行っているけど3回目、4回目を考えているわ。あんなに安心して過ごすことのできる国はないもの。今度は日本の田舎へ行ってみるわ。日本旅行を終えて帰国してから感じたのはお店のサービスの低さよ。ああ、こんなにひどかったんだと思ったの。日本の北海道はすごいわ。なんて壮大で美しいのかしら。今度は日本の冬に行って雪を体験するわ。今度は都会ではなく地方の景色を堪能するわ。ゆったり過ごすのに最高の場所よ。その土地の美味しい料理を食べるのも楽しみだわ。清潔で料理が美味しい、それだけで最高にハッピーになれるわ。それに日本独自の景色も私は大好きよ。何も危険を感じなくて済むんだ。女性だけでなく僕ら男だって安全な方が好きだからね。日本は最高の国だと思うよ。日本へ行ったことのある人からは悪い話を聞かないわ。みんなが口を揃えて言うのはどこの町でもとても清潔で綺麗ってことよ。町が綺麗なのは皆さん朝自分の家の前を掃除しているからよ。日本では掃除から朝が始まると言ってもいいのよ。日本では学校で生徒が自分の教室を掃除するのよ。授業が終わって放課後にみんなで掃除してから帰るの。初めは驚いたけどいい習慣だと思ったわ。日本の学校では子供が雑巾を持っていくのよ。学校で拭き掃除をするんですって。子供の頃から掃除することが身についているんだもの。街が綺麗なのは当然だわ。街中にゴミ箱がないのに驚いたし、ちょっとストレスだったわ。私の夢は日本へ旅行することよ。女性が一人でも旅行できる国だもの。一人旅は絶対に日本って決めているわ。日本だって犯罪がないわけではないわ。でも他の国と比べて圧倒的に発生している件数が少ないの。それに外国人を専門に狙う犯罪はかなり少ないわよね。みんなが言っていることはわかるよ。私だって日本へ行ってみたい。でも同じ感想ばかりが多いと思うの。日本へ行けた幸運をかみしめているわ。安全で清潔、人は優しいし、最高の国よ日本は。日本へ行ってみて本当に日本が魅力的な国であることが分かったわ。都会はエキサイティングで楽しいし、田舎は景色や世界遺産を楽しめる。日本の田舎でゆっくりするのはとてもリフレッシュにつながったわ。綺麗な景色を見ながら美味しい料理を食べる、かけがえのない時間を過ごせたわ。きっとまた戻ると思うわ。また行きたいと思った国は日本だけよ。何の心配もしないでのんびり過ごすことができた。料理が美味しいのも素敵だし、とにかく清潔な国。秩序と規律正しい国、日本だもの。安全で清潔なのは当たり前よ。子供が一人で街中を歩いているのに驚いたわ。そんな平和な国は日本だけよ。安全性の高さが桁違いなのね。
子供が一人で電車に乗って通学していることなんてこともあるそうだよ。どれだけ安全な国なんだい、日本は。私たち女性が夜間でも外出できるの、ちょっとワクワクしちゃったわ。他の国ではなかなか体験できないもの。本当に夢の国よ、日本は。最高よ。絶対に来年日本に行きたいと思っているわ。実は日本へ旅行することがブランド化されている国もあり、やはり治安の良さが訪日ブームを作っていると言われています。ヨーロッパでは治安が懸念される国もあり、特に安全性の高い日本が選ばれることが多くなっているのです。また男性の旅行者にも日本は人気です。都会と地方都市をセットで旅する人が多くなっているそうです。男性の一人旅ではアジアの人気も高く、タイや台湾と肩を並べて日本の人気が上位に入っています。特に最近は日本の歴史を追求する人や神社仏閣などの建造物に関心を寄せる人が増えているそうです。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。